解答弾は私の味方。みんな気をつけて。おい、あれはまさかジョーカー。セル、うん、どうなってるの。お願い、偽物を改心させて。私の解答だ。なんだこいつら、私たちとそっくりだ。これは茜の認知が生み出した我が輩たち怪盗団。認知だと、一体どういう。要は俺らの偽物だ。とにかくこいつら倒せば問題ね。なるほどな、分かりやすい。待ってろ茜、今お前を助け出す。よく聞け。オーケー、任せろ。頑張って、私の怪盗団、偽物なんてやっつけちゃって。ジョーカー、負けるな。本物の力見せてやる。攻撃チャンス、今だ。ぶっ飛ばしちゃえ。招待、私の怪盗団が。雨の渦め、くらえ。やめてよ、私の怪盗団に何するの。聞いてるみたいだぞ。そのまま攻めろ、ジョーカー。くっそ、こいつら俺らの真似ばっかしやがって。見た目だけは一丁前だが、我が輩には遠く及ばないぜ。さすがジョーカー、紙一重だ。この力で、俺の動きについてくるか。自分と同じ攻撃してくるってめちゃくちゃ戦いにくいんですけど。今までで一番手強い相手かも。みんな気をつけて。もらった。こいつめちゃくちゃ速い。なんとか隙を見つけて。攻撃までまねっこか。著作権法違反だぞ。はい、無駄だ。さすがジョーカー、紙一重だ。こいつ手強い。気をつけろ。ジョーカー、体力大丈夫か。行くぞ。この手で行く。無駄だ、遅い。その調子。炎上してる敵がいる。疾風か隔熱で追撃だ。今だ、敵がひるんだぞ。ジョーカーの追撃がヒット。必殺のウルトラチャージ。茜ちゃん、もうやめて。私たちはあなたの敵じゃないわ。うるさい、うるさい。私の味方は怪盗団だけだもん。この力で。こいつめちゃくちゃ速い。なんとか隙を見つけて。そんなはずない。私の怪盗団が負けるはずない。早く茜の目を覚まさせないと。決めろ、ジョーカー。はっ、スマッシュ。ジョーカーかっこいい。さすがジョーカー。はっ、ここか。ジョーカーの追撃がヒット。はっ、せい、はっ、終わりだ。はっ、せい。みんな間違ってる。私が正義を貫かなきゃ。俺はそこまでお前を追い詰めちまったんだな。悪かった、茜。もう逃げねえから、頼む、目を覚ましてくれ。偽物なんかに負けるかよ。姿形は似ていても中身はまがいもの。俺たちに勝てる道理もない。本物の怪盗団にはな。嘘、そんなはずない。
私の怪盗団が負けるなんて、あなたたちは本物？本物のジョーカー？そうだぞ、私たちが私たちを信じて、アカネちゃん、そしてお父さんを。悪党なんかに私たちは絶対に負けない。必ず貫いてみせるわ、私たちの道を。みんな聞いてくれ、アカネ。お前の言う通り、俺は最低のクソ親父だ。葵の仇を取ることもできず、お前と向き合うこともしない。怖かった。だから正義を捨てた。いつか時が来る。そんな言葉で自分をごま間違っていたのは俺だ。だがもう違う。葵を、お前を踏みにじった奴らを必ずこの手で捕まえる。その勇気を俺にくれ、アカネ。本当に？本当に？悪いやつを捕まえてくれる？あ、お前のお母さんに誓う約束だよ。大丈夫だ。信じる、信じるよ、お父さん。アカネ、しっかりしろ、アカネ。私ね、お母さんが死んで、あんなにかっこよかったのに、私から逃げるみたいに。私は、お金。でももう大丈夫。なんだこりゃ、どうなってやがる。お父さん、ごめんね、ありがとう。おい、冗談はやめろよ。まさか、そんな。アカネ！落ち着け、ウルフ。これでいいんだ。アカネちゃん、アカネちゃんのシャドウはね、本人のところに帰ったんだよ。アカネちゃんが元に戻ってくれた証。よかったね、ウルフ。お前ら、それを。魂の絶叫だったな。俺の心も、私もちょっと泣いちゃった。バカ野郎。いい親父してたぜ、おっさん。ウルフ、かっこいいぞ。それだけじゃない、アカネちゃんを守るために必死で頑張ってきたのね。よせよ、俺はそんな立派なに照れてんのか。だが悪党ども相手に一暴れしてやれ。我がまさか怪盗に諭される日が来るなんてな。ああ、そうさせてもらう。この江戸大和だ、やつらを逮捕して事件を終わらせる。おや、でその前に、アカネは現実じゃどうなってんだ。私たちはアカネちゃんが誘拐さ本当は誘拐されてないのかもしれない。ああ、ひとまずここか。した大和田に、俺はもう。お父さん。アカネ、
大丈夫か？どっか痛いとこはねえか？大丈夫。そ、私、そういや、あち、ああ、ど、まあいい。じ、引いてくれるか？あかねちゃんが無事で本当に良かった。さすがの我が輩も。でも、なんでアカネちゃんがキングに？アカネちゃん自身にも目的があったみたい。アカネの場合、我が輩たちおそらくそれを実行した独断だったか。大和田のアリスや夏目たちもこの絵がキング。そうだろうが、アカネとは違う理由だろう。人の心をもてあそんで。ああ、あのヒゲ。ここはまだ何とかしないと。ここから動く。新島さえって人から電話だ。え、お姉ちゃんから？もしもし、久しぶりね。覚えて。あり、まったく、また無茶をしてる。そこにみんないる？みんな無事でよかった。お姉ちゃん、ありがとう。高くつくわよ、依頼料。マジで助かったぜ。おっさん出れなきゃ。超絶美人で仕事もできる。これもう無敵のスーパー弁護士だろ。おだてても何も出ないわよ。それに、それよりいいニュース。怪盗団に出された逮捕状は無効。え、どうして？逮捕状に裁判官の押印がなかったの。あなたたちを逮捕するためになりふり構わなかった。さらには長谷川警部補への違法な取り調べ。今府警は不正を隠そうとして必死。何かあればすぐ連絡する。あなた、必ず無事に戻ってきなさい。お姉ちゃん、気をつけてね。じゃあ私はやることがあるから。嬉しいものだな、俺たちを支え。うん、そういう人たちのためにも頑張らないとね。じゃあこれからどうするかだよな。この絵が実行犯なら、ヤスさえ改心させれば一連の改心事件も収束する可能性が。私たちの濡れ衣も一気に。ええ、おそらく所長。けど問題はジェイルに入るキーワードだよね。相手は想像以上にこちらのことを知っている。もう全吉の。それに私たちのことを知っている。改心されないように。迂闊に結局そこかよ。この絵から疑われずにキーワードを聞き出せる人物がいる。心当たりがあるのか？一ノ瀬クオンがいる。そうか、一ノ瀬さんはエマの開発者だし。一ノ瀬さんならこの絵社長いけるかもしれねえな。朝飯前ってやつだ。早速連絡してみて。もしもーし、やあやあ、どうやら無事みたいだ。ん？なんかあったの？というか、あ、そうか、一ノ瀬さん。そうね、これ。おお、みんな一緒みたい。なるほどなるほど。あい、ちょ、笑いご。おっと、だいたい事情は飲み。この絵さんの友達。ええ、いや、聞き出すっていうキーワードならこの前もらったよ。は？どうい。ほら、君たちが講演会を見に来た日、そこでこの絵さんに会ってさ。あれ、どこ行ったっけ。さ、探してくれ今。おお、確かこの辺り。うわあ、明日までには見つけ。あ、相変わらず。っていうか明日までって。だがこれで。うん、この絵焼き任せて大丈夫。
不安だけど。ああ、我が輩たちは明日善吉と合もうかりまっかー。とうとう来たね。もっと普通に来たかったぜ、食い倒れツアー。どうだソフィア、やっぱりする。こいつはもう。あとは一ノ瀬さん。いいかお前ら、ここが正念場だ。お、なんか急にし、ペルソナ使えるようになって調子の、映画とかだとこの後やられちゃう展開かも。だーもううるせえ。とにかく幸い警察に捕まる心配はない。ここは天下の台所。けすお腹以外の準備もね。ところで、ああ今朝はもう感謝してるぜ。なんかおっさんに感謝されっと初めて会った時は。どうせ俺は怪しい公安。それよりお前ら、キーワードの、うん、一ノ瀬。一ノ瀬から電話だ。お、噂。グッモーニング怪盗団諸君。相変わらず謎テンション。キーワードの方。バッチリ見つけたよ。うっしゃ、やっ、それでは発表しよう。ゼファーマンだったよ。なんだって？ゼファーマンって知ってるの？双葉。だいぶ昔にやってた特撮だ。変身した正義の味方が知る人ぞ知るってが、正直かなりマイナー。いわゆるヒーローものの。ってでもこれでジェイルに入れるね。お安い御用だよ。君たちの話は、いやーそれほどでもあるけど。あ、でもこれからが勝負なんだろう。じゃあ土産話楽しみにしてるよ。アディオース。よし、これでジェイルに入れるな。うまくいきゃこいつが最後だ。ええ、このしかし。そうだね、日本一周までしちゃったし。まだ終わってないわ。この絵を倒して無事に東京まで戻らないと。そうそう、帰るまでが遠足な。てか善吉は一緒に来て平気なの？最後まで付き合わせろよ。茜を守るためにもこの絵、そして大和田を。そうだな、奴らの悪事。んじゃそろそろ行き。ソフィア、安全な入り口を。OK、任せろ。にゃふん、任せろ。行くとするか。